えー、堀江貴文、堀江さんの餃子ばっかみんな言ってる、試しにひろゆきさんの見解を10分以上話してみてください。特に10分も話すことないんですね。<laughs> あの、アベマでも話しましたけど、堀江さんがその餃子屋に対してこう文句をフェイスブックに書いて、で、そこの文句がある程度お店が限定される書き方だったんですよね。そのお店の名前がわかるような書き方をしたと。 で、その結果として、そのお店になんかあの苦情だったりなんか文句の電話がいっぱい入ってきて、で、その奥さんが働けなくなっちゃって、で、も電話も取れない状態になっちゃったから営業停止しますみたいな話で、で、誰が悪いと言えば、あの、いたずらだったりとかクレームの電話をした人が悪いんですけど、次に悪い人が誰かっていうと、堀江さんですよね、と。 要はそのお店で嫌な思いをしたっていうのであれば、こういう嫌な思いをしましたっていうので、別にお店の名前を書かないで書く分には全然いいと思うんですよ。ただ、そのお店の名前がわかるような形で書くことで、嫌がらせをする人が出てきちゃったわけじゃないですか。で、その嫌がらせをするようなやつが悪いっていうのは確かにそうなんだけど、嫌がらせをするような人が、それができるような情報を出してしまったのは堀江さんなんですよね。 で、堀江さんが未室の恋かどうかみたいな話をどっかで書いてたと思うんですけど、未室の恋です。<laughs> 要は嫌がらせを誰かがするだろうと思って、恋にやった行為ではないんですよ。でもその未室って必ず起こるわけではないのを未室って言い方するんですけど、 要は、必ず起こるわけではないけど、起こる可能性があるよねっていうのを、恋にやりましたよねっていうのが未室の恋で、そういう意味でいくと、未室の恋でやったってことなんですよね。例えば、その、お店の名前が全くわからないように書きましたっていうのであれば、それはじゃあ嫌がらせをする人も、そのお店の名前わかんないから、いたずら電話されることもないじゃないですか。 でもお店の名前がある程度わかるように書いた時点でそれはまあ密室の恋だよねと言われても仕方ないよねと堀江さん高海さんという人がいてというフレーズをこの話で何度か聞きましてひろゆきさんが堀江さんに愛想をかしたのかなと思いました某政党の石鹸放送が決めるですかえっと僕はあの <laughs> えっと「堀江フ文こと堀江門」っていう面白キーワードを僕昔から言ってたんですよ。正確に言うと堀江門こと堀江フ文なんですけどあれを堀江フ文こと堀江門っていう逆にしてるのが面白いでしょっていうすごくどうでもいいネタをあの昔から言っていてそれでその堀江フ文さんっていう人がいてっていうそ言い方をあの僕一人楽しくでやってるだけであの昔からです。であの仲直りするのをやめたのではなく僕は今でも堀江さんは面白いと思ってるし仲いいと思ってる けど堀江さんが僕のことを一方的に嫌っているだけで僕は堀江さん面白いと思ってるんで仲良くしたいと思ってますはいなので仲直りっていうとお互いに仲が悪い状況のように見えるかもしれないんですけど僕的には堀江さんの仲悪いと全然思ってないのでよろしくお願いしますはい仲良くしたいと思ってますはいただそのなんかあのやっちゃいけないことは別に仲いい人とか友達でもやっちゃいけないことだよねっていうのは僕割と言うタイプなんですよ 知り合いだったら、どんな時でも助けるべきだっていう考える人と、あの、知り合いでも間違ってたから、後ろから切り捨てるべきかっていう結構あの考え方の違いがあって、で、あの、右翼系の人、右系の人って、割とその、 まあ、この人を助けると決めるんだったら間違ってても助けるべきだっていうのを考えるんですけど僕あ間違ってんなと思ったら後ろから切り捨てるタイプなんでそれらの多分左側リベラル的なタイプだと思うんですよね。で古江さんは多分右的な思考の人で自分がたとえ間違ってたとしてもその仲間だったら助けるよっていうタイプだと思うんですけど僕はあの仲間だけど切り捨てるっていやいやあのちゃんとしようよって言って引き上げるっていうのをやろうとしたんですけど引き上げるの失敗したっていうところなんであの多分僕はあの仲間でも切り捨てる。 るっていのは未だに変わってないんで、そこらへん本当すいません。はい、あの野菜好きな人ですね。はい、そのまあ、今日もあの堀江さんディスをしたんですよ。<laughs> あの別にあの僕堀江さん嫌いじゃないし、あの割と面白がって今日もディスをしたんですけど、あの堀江さんことホリエモンあのシャトーブリオンっていうあのパーカーの新作が出たらしいんですよ。 で、シャトーブリオンって、肉の部位、ヒレ肉なわけですよ。レブがさ、ヒレ肉って書いてあるパーカー来てたらさ、それは面白いじゃん。それ笑いどころじゃん。で、そこをなんかさ、あの、新作作りましたって言って、ホリエさんがツイッターであるんだけどさ、いやいや、ヒレ肉って書いてあるやん、みたいな。 え、おいおいおいブ、豚にはシャトーブリオンないだろ、それは牛肉だぞ、みたいな、そういう突っ込み欲しいのかなとか思っちゃうじゃん、本当にすいません。<laughs> っていうので、だから、笑いどころなのかなと思ったんですけど、まあまあ、それは置いといて。で、その、なんで今この堀江さんの話をしたかっていうと、あの、堀江さんの、ツイッターのその、発言あたりの、その、ファボの数と RT の数が少ないんですよ。 フルさんってあのフォロワー350万,50万人ぐらいいるんですよ。なのであの見てる人が350万人ぐらいいるはずなんですけど、その RT とかファボの数が少ないんですよね。僕がしょうもないこと書いてる方が多かったすです。僕は今60万人ぐらいなんで、多分僕の方が統計的には6分の1になるはずなんですけど、でもそうでもないんですよ。っていうのがその、やっぱ野菜食ってるおかげかなって。<laughs> すいません。本当にちいっとあの、 あのえっと、12%のビールを飲んでいたので今日はあのビールが悪いかなっていうことでねはい。